せるんでしょうな。いや、亮太も無理でしょ。しおりでしょ。だって願いが叶うって。相当な努力でしょ。何、もう朝なの？カーテン閉まってると夜みたいだけど。二重オープニングって可能性があるね。わあ、もう全部でしょ。最高状態でした。亮太君ね、あんまり今までしおりとかって全部二学期じゃん。二学期ができないの。あ、セーブセーブセーブ。そんなーセーブします。セーブします。下を押さなきゃ確認できない。もう音が懐かしいわ。メッセージも届いている。電話かけるの。そういうのも定期的に読んでないけどね。デートあれ増えないってやつで、彼はここで文字早くできる表示設定だと早いの。あんな早いにしてる。うん、ウィンドウからも変えられる。自分の好きな見てみないと。ここにプレビューが出てる。青とか見やすいかもしれない。定番だよ。全部見やすいかも。じゃあ青で。また来ました。似てると思う。じゃあ入学式ね。入学式行ってきます。行ってきます。結構いい家だ。羨ましい。え？そんな話あったっけ？なかった。いつの間に？あ、帰ってきたんだってお母さんが言ってたんだ。会いに来たんだ。ああ、そういうこと？そうだ、そういうことだ。小学校の時と同じ通学路なの？もう出会うんじゃないの？出会っちゃうな。やっぱり。久々の再会なのに、しかめっ面かよ。声がもう大人になってる。何？亮太君って呼んでこなかった。ああ、そうです。風間です。昔よく一緒に遊んだ気がしますが。あれで亮太って読むのかと。まあこういうのも含めてお前だもんな。期待しすぎちゃった俺が悪い。うん、確かに。改めて9年ぶりだな。変わらず元気そうでよかった。でもなんか感じがいいよね。うん、いけそうやな。すっかり変わっちゃってる気がする。お前、俺の夢なんか見てんの？別に特別不思議なことでもないんじゃ。そう、予想以上の展開で俺もびっくりだよ。昨日おばさんに言っておいたけど聞いてない？あれ9年間どこに行ってたんだっけ？外国か。ああ、そろそろ行こうぜ。ちょっと感動の再会が長引きすぎた。小一の時もさ、この坂道登って2人で学校行ってたよな。ちょっと髪が硬くなるわけよ。うん、なんだよ。ただいま。なんかラブラブなんだけど。いいよ。帰国便も遅れてたし、俺もいきなり訪ねたから。そう、俺だけ先にな。イギリスって9月が新学期だから、このタイミングって手続きが多くてさ。4月からこっちの高校に通うのもうダメかと思ったけど、なんとかギリギリで間に合った。で、父さんたちはまだあっちで仕事してる。こっちの骨董屋にはおじいちゃんがいるし、俺はしばらく一人で自宅の方に住むことにした。それより、お前、覚えてる？あの時のこと。何？覚えてねえ。ああ、俺だとだ。まあ、どっちかだね。いや、それはまずいでしょ。あれってあの時のことと2番だね、普通はね。確信に触れてしまいますか。チンパは2番だと思う。じゃあ2番にします。ほらもう別に2番だ。だってあの時のことでしょ。あれ覚えてるだったらまだ上もあるけど。じゃあ2番いきます。風車。お願い事。じゃん。それ。当たったよ。見るからにお前元気そうだし、願い事は問題なく叶いそうだな。そんなのだったっけな。ピコンとかなんねえの。そんなイメージがあったよ。あったっけ。でも、いや、もう覚えてないよ。めっちゃ多いやん。ほら、あの人、風間亮太くんだよ。なんで有名人なの？あの噂って本当だったんだ。同じクラスになったらどうしよう。やばいよね。うちのおじいちゃんなんて若様って呼んでたもん。超お坊ちゃんなんだよ。聞こえません。っていうか聞くな、あんなの。若様とか気になるよとか考えるのやめろよな。顔に出すぎ。校長先生、ありがとうございました。続きまして、校長の話はカットされました。お願いいたします。教頭の日村です。うわ、日村だからな。校長先生の入学許可宣言を受け、諸君は晴れて羽ばたき学園の新入生となった。教頭になったと。もういくつなの？ここに運命的に集った仲間と切磋琢磨し、主人公とはどうなった？互いに高め合い、3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい。我々教職員も諸君を教え導くことに誇りを持ち、精一杯努力する所存だ。教頭先生、ありがとうございました。続きまして当学園の理事長よりご挨拶をいただきます。分かった、モブだ。モブです。よっ。まさかクラスまで一緒とか、もうなんかさ、運命ってやつですよ。だな。ま、席が隣じゃなくてよかった。ちょっとなんだよ。ちょっとなんだよ。うん、そうかと。